こんにちは。まあどの道でも安田さん一流になるってのは大変なことですよ。でもどの道でも一流じゃない人でもやっていけるんですよね。一流の人ってのはそれなりにいいポジションについてて羨ましいところがあるかもしれない。たくさん儲かるし知名度もある。でも別にね、自分の暮らしを支えるぐらいだったら一流じゃなくても三流でもやっていけると思うんですよ。まあ世の中にはね、三流大学ってのがあるらしいですけども、三流企業とか別に成り立ってるでしょ。三流でも成り立つわけなんですよ。なんかの漫画にはね、こんなことセリフがありました。熱い三流なら上等よみたいな感じでね、まさにそうなんですよ。三流だろうが五流だろうが、流れが上流でも下流でもやっていけるんですよね。で、三流で足りないなと思ったら二流を目指せばいいし、一流になればいい。でも流れが止まってるところでは、その水っていうのは腐って淀んでいくんじゃないかなと思うんですよ。流れ続けていれば、動いていれば、それが行く先が闇であってもね、なんかサラサラと、まあ輝いてるんじゃないかと思います。で、行く先が闇ってことはないんですよね。だからビジネスで稼ぎたいっていう風な流れに乗るんだったら、まずは五流からでもいいからスタートすることじゃないかなと。五流ってのは要するに月に 2,3 万円コンスタントに稼いでますみたいな、そんなレベルでいいわけですよ。月に 2,3 万円コンスタントに稼いでも暮らしていけませんよ。その通りなんですよ。だったら五流から四流へ、四流から三流へ変わっていけばいいだけで、少なくともね、全然稼げないっていう前に月にプラス1万でもいいからコンスタントに1年間ぐらい、1年間合計12万ね、この1年だったらみんなの銀行1個でいいんですよ。それでね、振り返ってみて、あ、今年1年間かけてみんなの銀行だけしかやってないけども、金額にして1年で10万だったけども、でも稼いだぞと言えるようなものがあれば、それはもうね、バカにできないもんだと思うんですよ。あの、できない言い訳をする人ってどうなんですかね。吉谷さん、データ取ったことないんですけども、結局は3ヶ月6ヶ月1年ほぼ0円なんじゃないですかね。いや、さすがに1円とか10円とか1000円とか1万円とか10万円を稼げない人にもう話すことがなくなっちゃいますよ。で、仮に稼げなかったとしても、いや、こういうことをやったんだけどもダメでしたっていうのがあればね、それはまだ救い上げる余地があると思うんですけども、いやー、忙しくって結局何もできませんでしたみたいな感じで頭かいてると、まあ次に期待はしますけどもね、どうしましょうって感じですよね。別にその人をおだて上げて稼いでいただくっていう風な立場でもないですから。それこそ同じマーケットで稼ごうねって言ってるってことは、ある意味ライバルですからね。誰かが FX の教材を売ろうとしてる、でも私の目の届く範囲でやる限りはライバルになっちゃうわけですよ。もちろん私はそういう方の FX 教材も頼まれれば応援セールスしますよ。で、なんで応援セールスするかっていうと、まあ、自分にもちゃんと FX の教材売れるという自信があるから、脅かされてないからですよね。で、逆に言うと、ものすごく強烈な教材があって私と被って私が勝ち目がないと思ったら紹介したくないですもん。ねえ、どちらかというと、俺のも紹介してくれませんかってことで逆の立場になりますからね。まあ、さまざまな考えがあるわけですけども、まあやってみなきゃね。まずは、月に50万、100万っていうのはもう捨ててですね、その10分の1、月に5万、10万を1年間コンスタントに稼げるようになったらどうかなと。年間で30万か50万。これね、金額にしたら大したことないんですけども、自分の人生を変えるには、もう十分ですよ。1年間で30万、50万っていうのが作れれば。なんなら1年20万でもいいですよ。1年間365日毎日やって10万円稼ぎました。立派なスタートだと思いますよ。だって、それすらやってない人が大半ですからね。なんだかんだで理由をつけて、やらない。もしくは、正当な理由でできない。どちらにしても収入が上がってないってことでしたら、思い通りになってないってことでしょうね。で、思い通りにするために、そうじゃない現状変更をアドバイスするんですけども、
いやそれはみたいなね、いやそれはみたいな出てくるとしたら本当にいやそれはになっちゃいます。お気をつけください。今回ですね、まあとりあえず動いてればなんとかなるよというね、動くでいってみましょう。いらっしゃい。